そこの、ふう、お金ゲット。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、夜になったんで、夜の工事現場に行ってみたいと思います。自転車どうだった？怪我しないように気をつけて乗るのよ。了解。アイナ、この前本当にありがとう。おかげで助かったよ。アイナはパパの自慢の娘だな。いえいえ、それほどでも。で、夜に出かけていくことに対しては何も言わないんすか？いや別に、違う。いや別にいいんだけどもね。よっしゃー。ほら、中におじさんおるやん。どうやってお、何あれ、コマさんじゃない？コマさん悪くないあれ。ね、みんなどうやって入っていったん？君。俺、ここで1ヶ月ぐらい働いてるんだけど、変な物音をよく聞くんだよ。なんか不気味なんだよな。子供が夜に工事現場に来てることになんか言えよ。お？ぐすん、ぐすん。どうしたの？この辺りでは見かけない妖怪ですね。そんな泣いてどうしたんです？確かに、コマシロ、ん？コマシロやったっけ？出てきよったのって。コマさんじゃなくて。あの、ほら、コマさんずら、住んでた神社を出てきたんだ。住むところを探しに、この辺の神様の九尾に挨拶しに行ったずら。そんだらここ探るように言われたんだども。中にたくさん妖怪がいて、九尾がいるところに行けないずら。怖いずら、くっすん。妖怪同士でも怖いもんなん。キュービってここに来いって言ったあの妖怪のことかしら。間違いありません。彼はこの奥にいるんですね。うん、行きましょう、アイナちゃん。行くよ、うん、ずら。待って、ずら、オラも連れてってくんろ。え、マジで？怖がりじゃないところ見せて、キュービを見返したい、ずら。やれやれ、仕方ないですね。どうしますか、アイナちゃん。そうね、一緒に行けば怖くないんじゃないかしら。これは仲間になるの？オラ頑張る、ずら。あ、なったっぽい。やった。コマシロは来ないの？コマさんと友達になった。はい、ニックネームはなしで。コマさんの情報を妖怪大辞典に登録した。イエーイ。コマさんの妖怪メダルを手に入れた。ふぅ。行きますよ。とにかく、キュービはこの奥です。追いかけましょう。よし。うん。どのあたり？夜の工事現場でキュービを探そう。ほう、何が何だかよくわからないけども。え、どこに行けばいい？あ、とりあえず矢印があるんか。じゃあその通りに行きましょう。あ、エレベーターじゃない、エスカレーターも止まっとんやね。何今の揺れ、何かしら。怖いずら。もう止まったじゃありませんか。大丈夫ですよ。まったくコマさんは怖がりですね。そんな調子だからキュービーにバカにされてしまうんですよ。ぐすん。え、でも普通夜の工事現場でね、揺れたら、全然そういう、何？もう止まったとか関係なく怖いと思うんやけど。え、マジ？どこ？この上ではなく？あ、上がれんかった。上がれんってことは違うってことよね。あー、追いかけないで、やめて。どこ、どうやって行くの？くそ。あ、うなぎやったんや。低かと思った。あの、導き的な感じかと思ったわ。違うんやね。ど、あ、お、なるほど、そういう感じ。ね、なんか穴は開いとるけども、どうやってって感じやったけん。え、なに？怖い。なんかおるくない？あれ。ええー、お、落ちたけど。ここ落ちてきてはいけない場所だったのでは。なに？どこ？これ、なに？意味がわからないんだけど、怖いよー。助けてー。助けてー。どういうこと？ひえひえ。よし。あ、待って、そこに、何かが落ちている。身代わり人形かーい。よいしょ。こっちは？ピカピカバッジを手に入れた。これ上がれる？え、上がれない。こっち
ちが上がれるのか。なるほど。で、あっちは入れんね。こっち側か。このロープ？びっくりした、登れんのかと思った。で、なんだこっちか。え、違う、戻った。あっち側にはこう、なんだ、どうやって行くんだ、わからねえぞ。シュ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 。ん？あ、ここから。なに。あ、合ってるってこと？どうした、コマさん。ねえ、誰かがオラたちを見てるずらよ。まあ、そりゃさっきからいっぱい妖怪はいるからの。え、なに？怖い。え、でかっ。なに？怖っ。あれ？言われてみればちょっと変な感じがするけど。いやいや。え、ゾッとした。全く何を言ってるんですか。何もいませんよ、ほら。いや。ずらー。おかしいずら。え、怖すぎ。私は一体何と戦おうとしてるんだ、今。あれと戦うってこと？絶品牛乳。イエーイ。確実にさ、鬼とかより怖くない？鬼時間とかより圧倒的に怖い気がするんやけど。ここは A か。あ、キュッピー。よし。え、あ、ここか。キュービーおった。やっほー。それそっち側落ちるんじゃない？大丈夫？見つけたずら。アイナちゃん、いました。キュービーです。え、待って、さっきの巨大なやつは全然関係ない。これは、弱虫で泣き虫のコマさんじゃありませんか。それにそっちのお嬢さんたち、彼をエスコートしてあげたのかい？何にしても、ここまでよく来たね。褒めてあげるよ。この私が迷子にならずになったけど、ちゃんと来れたよ、褒めて。そういえば僕に何か用があったんだっけ？もう。なんで桜町フラワーロードの人たちを怖がらせるの？たったりなんてよくないよ。失礼だね。これだからお子様は困るよ。何が起きてるのかもわからないくせに笑っちゃうよね。せっかくこの僕がその悪者の住処に案内してやったのにさ。え、なぜ案内？倒せってこと？え、ってことはキュービーがいたずらしよったんじゃなくって、あのでっかいやつがいたずらしよったってこと？さあ、あいつを倒してごらんよ。桜町を守りたいんだろ。絶対嫌なんやけど。何、どこ行くの？何もおかしくないよ。いらっしゃいませんよ。さようなら、おちびさん。ああ、畑落とされるよ。 おいギリギリで。ほら、怖すぎやろ。ほら目がいっとるやん。歯も黒いし、歯茎も黒いし。何、君誰よ。はい、来た。おぼろ入道。ほう。まあ、行きますか。戦うしかないよね。ってことで、おっしゃ、ちばにゃん行くぜ。ゴー。あれやない、ボスってことはさ、なんか、弱点があったりとかするかな。ねえ、どっか狙えるところある？何？目？目かい？よし、目に行こう。わからんけど。電波小僧。だいたいのやつ目弱点やと思うけど。閉じたよね。でも閉じたりするってことはやっぱりアコが弱点や、きっと。ね、閉じとんや。何あの、なんかさっきからさ、示される場所が。この傷も？確かに傷口に塩を塗るっていうもんね。傷口さらに攻撃されたら痛いよ。いけ。よし。いけーのがパー、メガ滝落とし。どうや。多分いい感じになったはず。あ、ちょっと待って。あの、そこの。ふう、お金ゲット。よっしゃ。
あ、目開いた。でもどうなんやろ、傷でいいんかな。いけいけいけガリガリ。え、電波構造が地面リンボ。よし、行くぜ。そんなデコピンなんかでやられたくないんですけど。いけいけい、地面リンシャワー。どっさー。ガリガリ。よし、ジバニャンも行くぜ。よし、いけい。デコピンの衝撃でこんなん、どんな衝撃やねん。どや、きっといい感じに。待って、カラーキンボー頑張ろう。どこが一番効くんかな。でも目閉じられるけんさ。はじめリンボーが傷口やったらなんか安定的にずっとダメージ与えれるよね。サミダレ用心。どうすかね。みんな頑張ってよね。ちょ待って、アイテム、このまずい漢方をジメリンボーに。待って、あ、そっか、電波小僧もか。みんな頑張ってくれ。びっくりした、なんか叩いてくるんかと思った。目開いた時は目の方がいいんかな。よいしょ、いけ。まあ、あのピンで刺された時点で痛いような気がする。え、なに、根こそぎ払いやめてよ。全体攻撃やんそれ、名前的に。結構なダメージ。いけ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 。待って、アイテム、アイテム、なに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 、覚醒、電波小僧に。なに、びっくりした、やっつけた。やっつけた。ちょっとビビったんやけど。え、なんで街の明かりが赤いの、怖いんですけど。勝利ー。なんか別次元におる私。ふぅ、お、4人もレベルアップ、よき。お、ジメリンボーが進化しそうだ。進化させます。どんな感じになる。おお、ジメリンボーは雨降らしに進化した。なんかちょっと、なんていうん、なんていうん、なんかああいう感じの妖怪他におらんかった。ニックネームはなしで、ズルズルズルみたいに見える、なんかちょっとあの手の感じ、鼻水部分みたいな感じに見えるよ。お、ひりー、早く消えてください。あのモワーってなりよるの口臭じゃないよね別に。いい気味だね。キュービー様の縄張りにちょっかい出すからこんな目に遭うんだよ。ざまあみろ。え？お前がそれを言う？やっつけたのは私ですけど。君たちをここに誘い出して正解だったみたいだね。てっきり君たちもいられると思ったんだけど。どうやら私たちはキュービーに踊らされていたようですね。どういうこと？彼は私たちをおびき出して、あの妖怪を倒せるつもりだったようです。そっちの変な顔は察しがいいようで助かるよ。変な顔は余計です。やれやれ。フラワーロードでボヤ騒ぎを起こしたのはこの僕じゃない、別の妖怪さ。これでも桜町の住み心地は気に入ってるんだ。別の妖怪っていうのは今の妖怪のこと。だから君たちが真実にたどり着くまでは守り神としての務めを果たしてあげるよ。じゃあ、あいつでもないってこと。それまでせいぜい頑張るんだね、応援してるからさ。まああいつやったらボヤ騒ぎどころじゃなくなるような気がするけど。あ、行っちゃった。やりましたね。なんだか納得いきませんが、ひとまず丸く収まったようですね。でもキュービが言ってた真実って何のことだろう。まあ、それはこれからの課題といったところですかね。あの、一緒に来てくれてありがとう。俺と友達でいてくれるずらか。え、もちろん。返却せんよメダルは。もちろんよ、これからもよろしくねコマさん。苦楽を共にした者同士、仲良くしていこうじゃありませんか。少しは怖がりも克服できたようですし、キュービも見返してよかったですね。今のコマさんならきっと住む場所もすぐに見つけられるよ。ありがとうアユナ、嬉しいぞら、ぐすん。やれやれ、
泣き虫を克服するのはまだまだ先のようですね。まあ、コマさん使ってないけどね、今。戦いで。続く。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ一応使ってないけど、ストーリー上はずっと一緒におったってことで。ね。